お疲れ様です。ラットです。今回はですね、こちらの、ゴブジャイ日記ですね。ということで、やっていきたいなと思いますので、これが、今ですね、グラチャレの、勝率が結構高いんですよ。この、デッキガス、これ。なんか海外の、多分、誰かが作ったんでしょうけど、このデッキが今、強いらしくて、ゴブジャイですね。まさかのゴブジャイっていうので、しかも平均コストが 3.1 って早くて、なんか、使いやすそうっていうのを、思ってですね、今日は。はい、こちらのデッキをですね、使っていこうかなと思います。ということで、いきまーす。よいしょ。マッチング早いですね。シーズン序盤なんでね。っていうので、ゴブジャイなぁ。ゴブジャイ、過去剣詰め師みたいなとこあるっすけど、これどうなんだろうなぁ。これはもう相手が、エリポンいたから、この瞬間に攻めてあげたらいいんじゃね？多分。OK。これ落ちた。多分。これなんか来たらザップだけど、これは、マジアチでもいい。いや、ザップでいいな。いや、これで、マジアチ。やばい。それはやばい。やばい。やばい、ユーナの突進が痛いよ。痛い。けど、このマジアチャイね、有能をつけてあげれば、相手は多分ここの防衛がしんどいはず。だから、ここで1個落としたいけど、守られるね。言うてこのマジアチャで削れるっすね。防衛してきますね。で、多分もう1回ここでエリポイントくるから、この瞬間にもう1回攻めて、今ザップ使ったからコウモリ出して、ガゴムリ来たら、瞬速でザップして。打ったらこのゴブジャイのエリゴブが処理するっていうのもあって、さて落ちたくね？来た！で、ヤリゴブが優秀！エリポン殴れ。これはエリポンプラスの30死にファイブ打って、でも右の398は捨てっすね、賞味。どうせ落とされるから、これマジアチャ出して、この角度でね、しっかり。処理していきます。オッケー。右スケルトンで守りたかったんですけど、コストもなかったんで。これで、交換したみたいになるんですけど、結局僕の方が右のタワーにね、一つのタワーにダメージ与えてるんで、こっからは左できっちり形を作っていけば、負けることはないですね。なんで、ここはしっかり左展開ですね。多分負けることはないと思うんですけどね。で、三色、おぉ聞いてないよ。待って、このマジアチャしちゃったかも。エリポン壊したから、だからこんなことしたけど、多分これが原因で負けるみたいなとこあるけど、マジアチャ生きちゃった。で、この、やばい。それやばい。これ、ゴブジャイのやりゴブがさ、優秀やば見て、このゴブジャイ。可愛くない今の。やりゴブが処理した。そんな優秀なことある。で、これマジアチャが強い。OK。一応言うので、タゲ取って、あとは、しっかりね、防衛だけしてれば、もうファイヤーボールでこれ落とせるんで、OK。言うて、ペッカ三子は、相手マジアチャ処理できなくて、相性いいみたいなとこありますね。美味しい。まあ。これも相性ですね。相性。ゴブジェイがでも、今、見たと思うんですけど、三重子ってやっぱファイボとザップ打たないといけないから、そしたら相手のガゴムレが生きてしんどいみたいなのがあるんですけど、ファイボだけでもうゴブジャイのやりゴブが処理してくれたり、ガゴムレもザップ打って、その後ろのやっぱユニットが必要なんですけど、ね、この剣詰師の上に乗ってる、もうこのやりゴブたちが優秀ですね。本当に。これ多分剣詰に動画見られたら怒られるんだろうけども、いいみたいなのがあるんですね。まあ。よし、ってことで、さあ、これはマジアチャ生かしたいけど、これ合わせようか。で、これにもコウモリも出してあげて、あれにファイブ打ってくれたら、打たなくてもいいか、別に。やばい、めっちゃなんか、いや、これファイブでマジアチャ生きるんじゃね？いや、ファイブじゃなくてもよかったっすけど、まあ。このね、マジアチャが4発ぐらい打つのが、強い。ここしっかり防衛。やばい。それやばい。
これやばい、これやばいっすね、やばい。やけど、うーん、痛え。今2発、2発とか3発しか入ってないのに、多分2かな。痛いっすね、めっちゃ刺さりましたね。まあ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 、しっかり後ろから組み立てていけば、問題が相手のバーバリアンなんですけど、バーバリアンさえ突破できれば勝ちですね。あー、これは後ろからかな。端前で言っても結局ババがいるんで、ババにマファイブ打って、いや今言うの出して相手にバーバリアン咲かせて、咲かないか。あー、まあ、そんな感じだよね。で絶対このファイブ打とうか。あれ、なんかゴブジェが弱く見えてきた。やばい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 、言うてまだ参る。いやー、なんでアイスイザル5で溶かされるな、これ。いや勝ちてえな。いや、おいしいおいしいおいしい、これで姉妹マジアチャでしかも削れる。オッケーオッケーオッケー、おいしいおいしいおいしい。あは、ゴブジェ、やばいやばいやばい、よく負けた負けた負けた。いや待てよ、気づいた。さてはロイジェがレベル10や。さてはさてはこれレベル13だもんな、感想。そういうことか。いや待って、さっきよく勝ったわ。おやー、そういうことか、気づかなかった。ロイジェのレベルが足りてない。あー、枚数がないんすね、枚数が。なるほどな。あー、だからか、なんか全然入らないなって思ったんですよ。ああ、どうするかな、これ。でも、これも、勝てたし、レベル10でいいみたいなのがあるっすね。さては。いやー、枚数が足りねえ。全然足りねえ。全然足りねえ。けど、言うて働き、いい働きしたっすね、なんか。1試合目は。めちゃくちゃいい活躍してた。っていうので、意外となくはないのかな。いや、これも逆サイ攻めたい。よいしょ。まさかって。まあまあ。ああ、やりこぶそっちで上げとってるからか。いや、全然ダメージ与えんやん、ゴブジャイ。やばい。で、内側回ってくるから、バルン。ああ、まあ、ザップ。おー、やめか。やばいっすね、これ。破裂した瞬間に打っても、もうほぼ入っちゃう。いやー。左側あんなに攻めてもあれだけですからね。まあ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 、言うてこっからっすね、言うて。相性はいいはずだから、こっちだってマジアチャにゴブジャイにメガゴにコウモリって、普通に考えて相性いいはずなんで、こっからしっかり組み立てていけば、全然ないことはない。で、これに言うのつけて、後ろからマジアチャ刺せば、相手これがしんどいはず。よいしょ。え、多分コウモリも出していいんじゃね。あ、ファイブギーだ。コミカコで、オッケー。もうこのユーノが入ったことによって、これファイブで防衛したいな。やばい。パピーが破裂までの、あ、これザップでいいな。よいしょ。やばい、1体、1体事故った。痛い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 。いや待って、これでも1個で追いつきて、よし、OK。まあ、これで11なんでね。11、11、まあ21ね。やばい。バルーンの HP が残りすぎ。残りすぎ。ちょっとあのボス機、邪魔なんで。さて、あれだな。剣詰し、レベル不足みたいなとこあるっすね。いやだー。これは多分レベル10でやるのが間違ってたのかな。そんなこともない気もするんだけど。結局やっぱ間違ってたのかな。言うてこでもスケルトンとかが優秀で。
言うて守れとるし、なんか攻めれとるし、追いついた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 、ファイブファイブファイブ、一発に抑えたら、いらねえ、わー入りやがった。いや、まだある、まだ参る。で、これ、言うの出して、突進入れて、OK。相手は後ろから組み立てていこうとしている、そこを、左側で今から、ぶっ破して攻めちゃう。インドラ来んなよ。フリじゃねえぞ。フリじゃねえぞ。来ちゃったー。あ、やばい。OK、タワー、タワー頑張れ。と、ザップも打ったら、うわー、これあれだな、これあれだな、勝てるな。だって考えてくださいよ、レベル足りずに、まあ気づかなかったのがちょっと申し訳ないんですけど、レベル10で普通に戦えましたから、一番上とかも最後だって勝てそうでしたもん、普通に。だからまあグラチャで行けばよかったな。まあまあまあってことで、いや普通にいい、普通に強い。コカツキだとしても、しかもスケルトンとコウモリがあって、マジアチャもあるんで、枯渇が、まあこっちもしんどいですけど、あっちもしんどいし、三振にも強い、ラバにも行けたとしたら、まあゴレかな、ゴレぐらいですかね、しんどいとしたら。けど、楽しい、なんか。なんか楽しい。おもろいっすね、ゴブジアイ。なんか意外と使えて、まあぼちぼち活躍してっていうので、まあまあまあ、なかなかありなんじゃないかなっていうので、こちらのデッキですね。はい。ちょっと確認ミスがあって、まあそこは申し訳ないんですけど、まあ、はい。気をつけます。ということで、よければね、こちらのデッキ使ってみてください。ということで、今日ね、1本目の動画も上がってるんで、まあそちらもぜひ見てもらえたらなと思います。ということで、終わりになります。ではでは。バイバイ。